鹿児島情報高等学校は、鹿児島県鹿児島下谷山中央二丁目にある私立の高等学校である。略称は、歯科情報、情報。通称として、旧校名である、電波、電子とも呼称されることがある。設置者は、学校法人、原田学園。e プレップ科は2004年度から2006年度まで、文部科学省のセレイ事業に指定されていた。 情報系高校としては全国で3校目に設置され、私立では国内初の情報高等学校である。1960年開校当時は鹿児島電波工業高等学校であり、その後1963年に鹿児島電子工業高等学校となり、1991年に現在の名称である鹿児島情報高等学校となった。また設置者である学校法人、 原田学園の本部も校内に所在している。応用情報技術者試験をはじめとした資格取得を重視し、コンピュータ教育に特に力を入れる。また近年では、大学進学に力を入れるため、2004年に E プレップ化、2005年には普通化、プレップ化の創設など、普通化系の学科の創設を行った。それに伴い、に学期に行われていた。 文化祭を一学期に移行するなど、行事を見直している。主に生徒は、鹿児島市の谷山地区の中学校を中心として、その他の地域にスクールバスが複数コースにて運行されることにより、薩摩仙台市、日置市、指宿市、南薩摩市、あ良郡群及び、霧島市方面といった地区の中学校や、大隅半島及び、離島から入学してくる生徒もいる。 スクールバスの走らない地域は JR 谷山駅や谷山電停が資金にあるため電車を利用する。離島出身者は最新設備の整った寮で生活する。または鹿児島市内で下宿している生徒もいる。樽見市や鹿屋市在住の生徒は毎朝鹿児島港、鴨池港から出港している桜島フェリーや樽見フェリーを利用して通学する生徒もいる。 1955年に原田幸隆が南九州無線通信電話専門学校を設立し、同年10月28日には各種学校として認可された。1959年に学校法人原田学園が認可される。翌年1960年には当校の前身となる鹿児島電波工業高等学校を設立。電気通信科を開設し、翌年には 電気化を増設した。1963年には、鹿児島電波工業高等学校を、鹿児島電子工業高等学校と改名し、機械化を増設し、電気通信化を電子化と改めた。1968年に自動車化を設置し、1970年に情報技術化を増設。1986年に電子機械化を増設し、機械化の募集を停止した。 1991年に、現在の鹿児島情報高等学校に改め、電子化、情報技術化、電気化を廃止し、情報電子化、情報システム化、情報処理化に再編、自動車化を自動車工学化に改める。1993年には、電子機械化をロボット工学化と改めた。1998年に、医療福祉化を設置。2001年には、 マルチメディア化を増設し、2004年には E プレップ化を増設し、東欧高初の普通科系学科が設置された。2005年には情報電子化とロボット工学科を合併し、メカトロニクス化に再編し、プレップ化と普通科を設置し、2008年には専攻科として2年課程の自動車専攻科が設置された。学科は全て全日制であり、普通科系三学科、 工業系三学科、商業系一学科、専攻科が一学科設置されている。部活動においては吹奏楽部が、全日本吹奏楽コンクール全国大会へ、九州代表校として、出場、2年連続で認証を受賞し、2010年10月31日に、行われた第58回、全日本吹奏楽コンクールでは金賞を受賞し、2011年は、 算出制度により出場できず、2012年11月1日に行われた第60回全日本水奏学コンクールでは第58回大会に続き金賞を受賞した。式は福岡工業大学附属上等高等学校で数多く全国大会出場を果たしているヤビクイサオが担当していた。また、柔道部は 団体としては2011年の全国高等学校総合体育大会の九州大会において準優勝し、個人では2011年世界ジュニア柔道選手権大会において立山進が 66kg 以下級において金メダルを獲得した。学校によるスクールバスが8路線設置されている。ありがとうございます。